キラレ役のみんなも輝けるような、そんな盾がしたい。頑張るから見守ってて。やあ、えい。そっ、はっ。あ、待って、双葉ちゃん。お、どうした？次の動きってどうするんだっけ。次はカレンの月を私が左に避けて、私の切り返しをカレンが右に流す。それから2人同時に切りつけるのを交差して。ああ、ちょっと待って待って、ごめん双葉ちゃん、盾の段取りがなかなか頭に入ってこなくて。カレン大丈夫か？1週間後には校内発表会があるんだぞ。このシーンはカレン演じる解決ゾロが華麗な立ち回りを見せるシーンなんだから、しっかり覚えてもらわないとな。うん。なあカレン、お、盾で一番大事なものは何だと思う？記憶力？違う。筋力？違う。盾で一番大事なのは気合？うん、惜しい。盾で一番、そっか、持久力。遠ざかった。盾は、わかった、刀をどれだけ早く触れるかでしょ。私、素振りには結構自信あるんだよ。私の話を聞け。盾で一番大事なのは芝居だ。お芝居？もちろん解決ゾロについては勉強してるよな。うん、解決ゾロはスペイン軍の圧政に苦しむ貧しき民を救った英雄で、強きをくじき弱きを助ける大盗賊にして紳士、正々堂々とした決闘を好むまさに正義の味方。ジュンジュン先生から教えてもらった。そんなゾロがどうして悪のドン・ラファエルと戦ってると思う？やっぱりみんなのためかな。もちろんそれもある。でもそれだけじゃない。ゾロの剣には虐げられた民の怒り、自由を求める民の願いが込められてるんだ。だからゾロはスペイン軍という巨大な相手を敵に回しても一歩も引くことなく戦えるんだ。そっか、そうだよね。段取りで頭がいっぱいになってゾロがどうして剣を振るうのか全然考えてなかった。ちょっと待ってて、気合い入れてくるから。お待たせ、双葉ちゃん。衣装に着替えたのか。なんだかさっきまでのカレンとは別人みたいだな。このシーンで戦うゾロの気持ちを考えてみたんだ。ゾロの振るう剣にはみんなの思いが込められてる。絶対に負けられない。よし、その意気だ。じゃあ始めようか。うん、行くぞ。はぁ、だー、さっきとは剣の重みがまるで違う。剣先から殺気が伝わってくる。さっきより自由に動けてる気がする。ゾロ、貴様はなぜそうまでして戦う？民のためだ。圧政に苦しむ民の怒りと願いがこの剣に宿っている。私は負けるわけにはいかない。ザレ事を、貴様にはここで死んでもらう。肩をやられたか。だがまだ。ドン・ラファエル、
勝負はついた。無駄なあがきはよせ。おのれ！が！はい、カット！カーレン、今の良かったよ。うんうん、今の感じ、すごく良かったよね。忘れないうちに、もう一度最初からやろう。双葉ちゃんが言ってたように、盾に一番必要なのはお芝居だと思うんだよね。主役はどうして戦うのか、斬られ役はどうして主役を斬ろうとするのか、いろんな思いをたくさん考えて、言葉のない盾でお客さんに思いを伝える、そんな盾を目指します。ドン・ラファエル、勝負はついた。無駄なあがきはよせ。おのれ！どうだ、カレン。なんかつかめたか？うん。今やった盾はギューッとしてて、最後はスカッとして、すっごく気持ちよかった。カレンらしい感想だな。でねってね、ちょっと思ったことがあるんだけど。お？双葉ちゃん、毎回切られ方を変えてるよね。だから何回やっても新鮮っていうか、切る瞬間に双葉ちゃんのいろんな気持ちがブワーって流れ込んでくるんだよね。ああ、カレンの立ち筋に合わせて切られ方を工夫してたんだ。私の立ち筋？胴切りでお腹を切られるのと、袈裟切りで肩から切りつけられるのとじゃ、切られ方が全く違うだろう。私たちの獲物がもしも真剣だったら、切りつけられた刀に体ごと持っていかれて、その反動でのけぞったり、そのままうつ伏せに倒れることもあると思うんだ。倒れてからも苦しんだり、何かを必死に掴もうと手を伸ばしたり、カレンの演技を邪魔しないような切られ方を考えるのが楽しくてさ。双葉ちゃんすごいよ。あんな激しい盾をしながらそんなことまで考えてるなんて。いや、カレンの盾が真に迫ってきたから、自然といろんな切られ方が頭に浮かんできたんだ。いろんな切られ方か。そうそう、知ってるか？時代劇の撮影所には、切られ役専門の役者さんだっているんだぜ。切られ役専門の？主役に切られて何十年、撮影で何万回と切られた役者さんだっているんだ。切られ役が上手ければ上手いほど主役は引き立つからな。ほう、なるほど。盾の良し悪しは切られ役で決まると言っても過言じゃないんだぞ。双葉ちゃん。ああ、次にカレンが何を言い出すのか、なんとなくわかるよ。私も切られ役やってみたい。やっぱりな。先生、お願いします。私は別に先生じゃないけどな。よし、じゃあ段取りは、カレンが袈裟切りで切りかかってきたところを私が刀で受け止めて、そのままつばぜり合いをする。それからお互いに距離を取って、じりじりと牽制した後に、カレンが上段から切りかかるのを
私が下段の構えから刀で弾いて抜き胴で斬る。そんな流れでどうだ？うんうん、すっごくいいと思います。じゃあとりあえずやってみるか。はい、じゃあ行くよ。ちょっと待った、全然ダメだ。え、なんで？まず刀を後ろに振りかぶらないこと。斬られ役は大勢いることが多いから、振りかぶると後ろにいる役者さんに当たってしまうことがあるんだ。刀は身の内で収めないと大怪我につながるから気をつけてくれよな。うん、わかった。それから切りかかる前に必ず声を出すこと。これも怪我を防ぐため。はい。で、一番大事なのは相手を殺そうとする殺気だ。斬られ役には主役を殺そうとする理由があるはずだろ。理由？理由？理由か。何でもいいんだ。悪代官に雇われてとか、主役に仲間を殺されて恨んでるとか、何でも。斬られようと思って斬りかかったら嘘になる。斬られ役は主役の剣に一歩及ばず死んでいくんだ。難しいけど、言葉のない盾でそこまで表現できたら最高だな。はあ。ん？どうした？斬られ役って深い。双葉ちゃん、私斬られ役をもっと極めたい。お前の役は主役のゾロだろう。そうだった、斬られ役の思いも背負って立派なゾロを演じます。斬られ役の稽古も何かの役に立つかもな。よし、カレンが納得するまで付き合うぜ。うん、よろしくお願いします。